の訓練は大変だったね。油断していたら本当に死んでたかもしれない。なあ、かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か？そうだよな、ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。こんなところでへこたれちゃいらんねえ。これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。エレン、待って。訓練に対して意気込むのはいい、だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえな、ミカさん。いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。けどエレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配だから。俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。はあ、どういうことだよ。とりあえず俺たちも戻るとするか。明日も早いし、さっさと休もうぜ。やれやれ。お前ら、生きて帰ってはず。絶好の時。わけで、巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろう。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？
それはいいよね。私から強制はできない、本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そうこなくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。やっほーい。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。チッ、了解だ。捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。君は我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。ほら、一緒に可愛い子を捕まえよう。ハンさん、拠点の設営予定地点に巨人がいますか？あの子か、ちょっと違うかな。あ、討伐していいよ。だっと拠点の設営が完了しました。私も行こう。分隊長、残りの設営予定地点は3カ所です。あっちに強い巨人がいるのかな。片付けよう。ハンジ分隊長、拠点の設営予定地点に巨人を発見しました。どれどれ、あの子も違うな。よし、討伐して拠点を設営しちゃおう。よっと。討伐完了、拠点を設営します。やるよ。分隊長、残りの設営予定地点は2カ所です。楽しみだな。どんな子がいるかな。よろしくな。分かった、ハンジさん。了解。拠点の設営予定地にいる巨人を排除します。よろしいでしょうか？あの子も排除でいいや。こっか。次だ。よし、これで拠点を設営できた。奴は捕獲対象じゃないよな。この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。よしよし、
だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。分隊長、興奮しすぎです。こいつは倒していいんだよな。やれやれ、とんだ任務だ。すみません、手を借りられて助かってます。ああいいんだ、お前も大変だな。はい、ありがとう。作戦成功までもう少し頑張ろう。はあ、努力はしますが。やるよ。はっだ。ありがとう。その調子で頼むよ。はい、了解です。次だ。了解。拠点の設営ができたぞ。リヴァイ兵長、助かります。拠点を作ってくれ。分隊長、すべての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえからな。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。さあ、部隊は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。拠点はここだね。また巨人を生け捕りにするなんて。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか、頼むよ。巨人に狙いを定めろ。その装備を使って捕獲するんだ。やるよ。はい、ご苦労様。引き続きお願いするよ。お願いされても。あのクソメガネ。ハンジさん、状況を見計らって確実に捕獲するんだ。はっ、いったったく、ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。相手になるよ。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっす。無理でもやるんだよ、オルオ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。始末してやる。そっちは片付いたね、オルオ。引き続き頼むよ。もう帰りて。俺の部下を何だと思ってやがる。観念してもらうよ。何としても連れて帰るからね。分隊長、落ち着いていきましょう。始末してやる。いいぞ。だが突っ走りすぎるなよ。ハンジ、いい加減にしろ。ズンダさん、バカいらないでよ、リヴァイ。こんなチャンスを見逃してどうするのさ。
めでとうございます。これで作戦は成功ですね、分隊長。さっさと引き上げるぞ。相手になるよ。さあ、いける。これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。次だと。あのクソメガネ。大きな巨人を捕まえるためにはまず動きを鈍らせる必要がある。両足を切断することで巨人の体勢を崩すことができるぞ。相手になるよ。わかったよ。やるよ。相手になるよ。失敗しても大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。以上は付き合わねえ。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。それってもしかして捕まった仲間を助けに来たってこと？そんなわけねえだろ。退路を確保しましょう。分隊長、人為的にもこれ以上の捕獲は不可能です。拠点は頼んだ。もう一体とも思ったけど仕方ないか。すごいけど、もっと私たちを信じて頼って。頼みます。最後の最後に手強いやつが出てきたな。こいつを殺してこの作戦は終わりにするぞ。ああ、捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。終わりだ。さっさと撤収するぞ。みんな協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろうか。すごい。本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。
うなじ以外の弱点がないか確認しないとね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。うん、だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど、イルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい。分隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、分隊長。